ホテルなどは気圧の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので、上の物入れには出られません。ご協力をお願いします。ご案内いたします。本日は飛行中、揺れることが予想されています。化粧室をご利用のお客様は、今のうちにご利用ください。ただいまのお時間、お化粧室をご使用いただけます。すべてのドアが閉まる前までにお化粧室をご使用ください。
ること、乗務員の職務を妨害するなど、安全の保障に記載された8項目に該当する行為は法律違反する行為として取り扱うことになります。あらかじめお知らせいたします。お客様に手荷物の収納方法についてご案内します。皆様の手荷物収納場所は座席の上の物入れと前の座席の下です。手荷物の中に貴重品や壊れやすいものをお持ちのお客様は前の座席の下に収納してください。水筒やペットボトルの家電化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので上の物入れには入れられません。ご協力をお願いします。非常口座席12番、13番と最前列1番にお座りのお客様にご案内します。手荷物は上の物にお入れください。座席は安全上、足元に荷物を収納することができません。ご協力をお願いします。お客様に手荷物の収納方法についてご案内します。皆様の手荷物収納場所は座席の上の物入れと座席の下です。商品や壊れやすいもの
ものをお持ちのお客様は前の扉の下に収納してください。水筒やペットボトルの価格の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので、上の物入れには入れられません。ご協力お願いします。ご案内いたします。本日は飛行中揺れることが予想されています。化粧室をご利用のお客様は今のうちにご利用ください。お客様に手荷物の収納方法についてご案内します。皆様の手荷物収納場所は座席の上の物入れと前の座席の下です。手荷物の中に不調品や壊れやすいものをお持ちのお客様は前の座席の下に収納してください。水筒やペットボトルなどは気圧の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能ご協力お願いします。
様、ただいまドアが閉まりました。電波を発信する電子機は使用できません。フライトモードなど電波を発信しない設定に切り替えてご使用ください。メール送受信、電話での通話はただいまから目的に着陸するまでお伝えください。レディ業務連絡です。キャビンアテンダンス、セレクターレバー、アームドポジション。しゅんちゃんさん、後陣寝てる。皆様こんばんは、ビーチへようこそ。この便は MM220 便、関西国際空港行きです。この便の機長は大野、チーフパッサーは石巻です。関西国際空港までの飛行時間は約1時間と45分です。ご用の際にはお気軽に客室乗務員にお声かけください。音楽やビデオを楽しみのお客様、大切なご案内です。3分ほど客室乗務員にご注目ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。また座席にお座りの時はシートベルトは緩みのないようしっかり締めてください。外す時は金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアです。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こし、バランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばして手を握ります。手荷物は一切持たないでください。救命衣は皆様の座席の下にあります。袋から取り出し、頭からかぶります。ストラップを腰に回し、バックルを差し込んで締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を拭いてください。救命衣は脱出の際、ドアの近く、または翼の上で膨らませてください。お子様の救命衣は客室乗務員がお配りします。
安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。ただいまから客室乗務員が安全点検を行います。シートベルトの金具を見せていただくと早期に離陸の準備ができます。また足元の手荷物は前の座席の下に深く入れていただきますようご協力をお願いいたします。ご案内いたします。通信用の電波を発信する携帯電話など電子機器類の使用は目的地に到着するまで禁止されています。機内では必ずフライトモードなど電波を発信しない設定に切り替えてご使用ください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室も禁煙です。なお電子タバコの使用も機内では禁止されています。皆様の安全法に対するご協力をお願いいたします。お子様をお連れになっているお客様、両側の肘掛けをご覧ください。肘掛けを下ろす際、お子様の手や足が下にあると